視聴者さんのリクエストにお答えしてニコラ5月号を紹介していきます。今回のニコラ5月号でかのんちゃん、かやちゃん、まゆみちゃん、きなちゃん、えずきちゃんが卒業するそうです。かのんちゃん好きだったのにな。ねねも好きだった。悲しいね。なんかさ、かやちゃんが好きやった。ね、かわいいね。悲しいよね、みんなかわいいもんね。みんな悲しいね、卒業しちゃうと。表紙はこんな感じで、卒業する5人が載っています。今回の付録はラブトキシックガールズプリントペンポーチ。てってれーだ。おー、クールでかっこいい ね、 ね、めっちゃクールよね。 BFFA 今流行りの黒だしね。モノクロ系。回していきます。ほーい。表紙みたいなとこはこんな感じ。あ、裏はピンクで可愛いね。おしゃれ、ね、おしゃれ。可愛らしさもね、あって、ちょうどいい感じ。しかもこれあれじゃん、テープロゴだ。そう、それそれ。流行りだもんね。ラブトキシックって書いてある。やっぱね、流行りだね。中はどうなってるんちゃう。お、白じゃん。白だ。可愛い、なんか、シンプル。しかもなんかちょっとふわふわしてる、中は。とがチルチルしたけど、なんかふわふわしてる。チルチルだっけ。今回はニコラ5月号を紹介しました。クールなラブトキのペンポーチもついてるよ。早速新学期から使っちゃおう。